ち上げました。高々と当たってサードファールグラウンド。最後ちょっと戻ってくるだけ。初球打ちセンター方向、大きな当たりはセンターバックして、もう一人もやりますよね。これもセンター方向いい当たりですが、西川真也今度は余裕がありそうです。モーニングトラックまでという内側入ってくるボール、空振りでした。構えとはやや違うところですが、ただ中央ってバントというシーンがありました。うまくさばきましたが、セカンドゴロ、跳ね上がるところ、この先を止めています。これです。速いボールながら完全に楽しんでください。初球打ちはレフトがゆっくりと前に来ます。青山のバウンド、変化球、これも打ち上げています。サードがファールグラウンド。ここまでの考えも変えてくるんでね。うまくさばいてセンターに抜けない。源田一塁はアウトですか。低めに行くとですね、いいですよね。ちょっと高めに入りましたが、ただボテボテです。セカンドゴロ打ち取って、緩いボールで来ました。打ち上げてライト、セカンド、この先はこの位置まで来ました。引っ張った打球はサード強烈でしたが、セカンドでアウトを取ります。これで3アウトです。引っ張った打球はセカンド回り込んでいます。先頭を振りました。トーマスの打球は大きな当たり、ライト下がって、もう人が見ない。これも落としてきたところ、ピッチャーの足元、セカンドバックアップです。この先がさばいて、これで3アウト。どんな仕掛けがあるか。バントの構えからセーフティー。サードここはしっかり山村警戒しています。アウトコース狙っていきましたが、打ち上げてレフトかショートか、レフト前に出てくる奥村。ちょっと嫌なところ、右方向の当たりはライト岸が下がって、サイドハンミで掴んでいます。いい当たり、センター下がって回り込んでいます。西川真也、この2試合はねベンチからそれを見てました、ね。バットの先です。ショートゴロさばいてツーアウト。まっすぐ打ち上げてライトがゆっくり今落下点です。掴んでスリーアウトです。さばいた打球は右方向ですが、伸びはないか。角度は粘り強いバッティング、思い切りのいいバッティングは持ち味。その前後バット回りました、空振り三振です。これでこの8回を投げた。初球打ちはセンター下がりながらこちら向き、掴んでワンアウト。ここも初球はピッチャーライナー打ち取りました。これでツーアウト。結構カウントを取ったりねしてたんで、カーブを打ち上げました。ライオンズファンが大歓声、ライトが掴んでスリーアウト。ゲームセット。青山湊プロ2年目、プロ初勝利は初完投初完封、見事に勝ち星がつきました。